昨日ですね吉本興業が松本人志さんの活動休止を発表したということです、まあ、改めてですが、まあ、こういった経緯がありまして淳さん、うん、今のちょっとお気持ちというのを教えていただいてもこの報道があった時から僕この、この件についてはずっと同じ意見を言ってるんですけど、はい、現時点では、えー、と被害を訴えている方の意見と松本さんが えー、言ってる意見が真っ向からこう対立している状況なので、はい、僕はその現時点でどう,どうだとかっていうことをこう、まあ、裁判を、ね、するとかしないとかって話今ありますけど、はい、事実関係が明らかにならない限りは、うん、まあ僕はコメントはできない。うん、でその被害に遭われれれたた方からしたらしこれが、はい、事実であれば、うん ととても許しがたいい行行為が行われたことにななるじゃないですか、うんはい、だけどこれが事実じゃないんだとしたら松本さんの,その名誉とかこうキャリアとかを奪うことになるからこれはやっぱりどこかで白黒はっきりつける場所、うん、だそれが裁判なのかどうなのかわからないですけどそういうところの経緯を見守らないとコメントは僕はできないっていうふうにどのメディアでも言ってきました X 上ではワイドなショーに出演されることに関しては ここに関しては僕はすごく疑問を感じたので松本さんがいろいろとツイートしていく中でえまあいよいよ出たなとか,なんかそのご自身で投稿してたじゃないですかでそこからまあすごくモヤモヤをしてたんですけどえとワイドナーショーに出てあえと裁判をするためになんか活動を休止するみたいな内容のコメントがあってでワイドナーショーでいろいろと話すってなったんで。 僕は『ワイドナッショー』で話すのは、まあ、言ったら松本さんがねそもそもやってた番組であの時事ネタを扱うようなところで、うん、まあ言ったら松本さんのホーム的な場所で松本さんが有利に働くような場所でコメントすることってあんまり意味がないんじゃないかなと思ったんでああいうツイートをしたんですね。でそそもそも僕は記記者者会会見見ででつまびららかににするべきき本当に事実無根ななあれば記者会見をしなきゃいけないぐらいけぐこの 今松本さんののはは毀損されててるって僕は思うので、うん、だけど、同時に被害に遭われた方が本当にやっとの思いで言えたっていうことなんであればここにも耳をずっと傾け続けないといけないなとは思ってます、うんうん、だから今、僕ができることってまあワイズなショーでコメントすることはやらない方がいいんじゃないかあの記者会見を開くべきなんじゃないかっていうツイートが精一杯でしたけどねどあのご本人とは連絡はあれからは取られていないですか取っ ないです僕は何かあった時にそういうことをあの松本さんからメールをいただくことはあるけども僕からこういう事件があった時にどうなんですか大丈夫なんですかっていうぐらい近い間柄ではないので僕からは取ってないですだけど「ワイドナショー」という番組に、えー、今度収録にもし来ることがあるんであればそこでは お話しすると思いますけど、どうん、まあそれもあの顔を出すかもしれないというようなちょっと曖昧な表現だったりするんですよね。うん、実際どういうふうになるのかわからないですけどね。うん、ちなみにあついつさ今週はワイドナショー出られる予定というのは特にないんですね。僕はワイドナショーの、うん、あの回です。今週はあ、今週そうなんですね。金曜日に収録する回には僕は出ます。具体的にまだどういった話をするかというのはもちろん全然聞いてないんです、ね。なるほど。うん、あの。 川崎さん、いかがですか。まあ、今回の受け止めに関して、ちょっと先ほども、年始苦しい思い,されたとい、うん。さいや、そうなんですよね。うん、私、ものすごく、もともとお笑いが大好きで、特に吉本が大好きで、あの、ライブであるとか。それから、あの、劇場にも通って、で、それからライターとしても、あの、ルミネの楽屋で、えっ、ー、と、インタビューをして、それを記事にするとか。<ー>そういうこと、もしてきたぐらい、あの、好きだったんですね。だけれども。私の周りの、やっぱり、お笑いファンで、何だったら、世代が近いような人たちの中で。あの、そういう類の、その芸人さんの。 パーティーに呼ばれてで怖い思いをしたという。やっぱり人は何人かいるんですよ。それをその自分の中の世代体験としてやっぱ持ってきたので、あのお笑いの。その同じ世代がこう育ってくるのと同様に、これは彼らのその遊びの習慣としてあるなっていうのはなんとなく思ってたんですね。なので、年末のあの週刊文春の一方があった時、私はあもうこれで多分ちょっと時代が変わるなって思ったんです。なぜならば私にとってはあの記事はとても信憑性があったから。 体験として分かるものがあったからだったんですけどでおかげであのもう見れなくなっちゃったんですよね笑えなくなっちゃったんですよこんなにお笑いの好きな人間が。でその吉本の,その事実は一切ないといったあの 一番初めの,あのプレスリリースというものが、うん、私にはあこれは年末年始の特番をでに収録済みのものを安全に最後まで放映させるための時間稼ぎだなっていうふうにすぐに受け止めたのででそれには組みしないよという意味でもう見るのを拒否したっていう感じでも、まあ、あったんですよね。うんでまあ、私としてててはその一切おお笑いいのないこのお正月月をあの、まあ、終えてみて1月の5日に 松本さんが、X、でととううう出たねっていう初めてあの口を開いてでそれがあの女性のえと事後に「どうもありがとうございました」って完全にその迎合しているあの画面をしてその自分たちはえと合意があったよと言わんがばかりのああいう,こうアピールをなさったことでもう私の中でもう全てが。 もう,もう無理だって思いましたあれを見て怒らなかった女の人はきっといないと思う、うん、やっぱりあれが合意の印だというふうに思うんだっていうことがまずすごく大きな失望だったのと、うん、もう一つはじゃあ合意があればそれしていいのかっていうそ,のそういった仕組み自体に 疑問を持たないのかそれに対してこう謝罪するということもないのか反省もないのかみたいな部分であ私たちがずっと追いかけてきた賛美してきた憧れてきたお笑いの世界ってこれだったのかみたいな、まあ、その大きな失望が今年の年,年初にはこう包んできましたね。 千さんどのののようにここニュースをご覧になりりましたかいや,このやっぱりお礼のメッセージを根拠にするというのは確かにさっきあの川崎さんがおっしゃった通りそれは確かに根拠にならなくってやっぱハラスメントってまあ立場がまあ相手がもう何も言えない成功できないまあ反論できない場を選んで行っているのでまあまあパワハラだろうがあのセクハラだろうがまあい何かあった時にあのまに例えば会食でそういうことがあったとしてこそやろうがってまあ自分も送ったことわぱないんですよ。あ,ある程度その 人と会った時のマナー、まあ、命名の方と会った時のマナーとしてとりあえずは、まあうん、命、まあ、からがらあ,のありがとうございましたお,お時間取っていただきありがとうございましたっていうのは一応やっぱ社会人として書かなきゃいけないっていう圧力はやはりあるので。 まあ,やはりあれはまあ決して根拠にはならないなっていうのはまあ普通に自営業としての実体験としてもあるのとまあ8年経ってぶり返してっていうのもやっぱあのまあその当時はやっぱ言えないけどもやっぱり時代が変わって潮目が変わるとか相手の立場が変わるとか自分の立場が変わるって,っていうまあ長期的な目線でやっぱ自分もやっぱデスノートを書いてる人やっぱりいるのでまあた多分あのまあ今まで表面化していなかっただけでまあ時間経ってからあの今なら言えるってまあ。 告発されたんだろうなとは。思う今事実関係については、まあ、あの、何も言うことはできないんですけど、はいねうん、まあ、あり得るなとは思いました。<ー>佐々木さん、どのようにご覧になりましたか。うん、あの、さっき発言おっしゃったように、現状では。まあ、一方的な。雑誌の報道でしかなくて。で,ねうん、で、吉本を並びに松本さんは全面否定しているって争ってる。そこであんまり軽々しく言うのはどうなのかなって、うん、やっぱ、何らか。 民事なのか刑事なのか別にしても、はい、裁判で争うような局面になっていかないとあんまり軽く言っちゃいけないなと思います。うん、まあ実際ほら過去にもね例えば群馬県の草津町長が性被害にあったっていうふうに告発されて、うんうん、実際にそれ全く事実無根本だってたなどから明らかになってケースもあるわけなんですよ、ね。うん、ただねそうは言いながらねやっぱ今川崎さんおっしゃったようにそのその後のラインのやり取りのね、うん、画面を見てとうとう出たねって言ってるのは図、うんうん、らずも。 現事実を認めてててしまってるっる本人はそのつもりなかったんだろうけど、はい、結果的にそれがねあやっぱりやってたんだっていうね、うん、少なくとも思われてしまってるっていうのは現実としてそうなのかで実際そのねあれを見てやってない証拠になってると思い込んでるかもしれないんだけどもその性被害の事件大体は事故にああいう形で加害者に対して迎合してしまうっていうのは幾多の事件で散々報告されてるわけですよ。でそういういいい性被害についてのいろんな 知識もないまま、そのワイドショー的な番組やられたのかなと思って。ちょっとそれも残念である。しっていうところも考えるとうん。ちょっとこれはかなり。松本さんには厳しい話なんじゃないかなっていうふうに。 思思わざなないかなと思いかとます,あのです、ね、その弁護士の見立てとしてはです、ね、このまあ民事裁判になった場合は一審でまあ1年から2年ぐらいかかりまして最高裁まで行けば今4年ぐらいとで、まあ、松本さんが勝つ場合とまあ負ける場合というのがありまして、まあ、損害賠償金ですとか であのちょっとここが注目するところかなと思ったんですけど理論上はこう休業損失が認められることもあるが自己判断とみなされる可能性もあるという、まあ、休業ということを自らしてでその期間、裁判の期間あの働けなかったということで、まあ、損害賠償を請求するということを 考えている可能性もあるというので、まあ、こういったケースがあるんですけれどもまあ裁判にもしなったらというところで淳さんはこれどのようににご覧になりますかまあでもそのお金賠償金が、ね、確かにそのこれが本当に名誉毀損だった場合、はい、賠償金の金額が安い、高いの議論というのはなんか、うん、俺今、まだするのはちょっと早いかなと思っていて、うん、お金のことよりも事実関係をどうやってこう僕たちが。はいあのー 知ることができるかとやっぱ裁判しかない、うん、で、あと記者会見においてあの僕はその事実無根って言ってるエリアがどのあたりを指してるのかがよくわからないですよ吉本の事実無根って言ってるエリアと松本さんが言ってる事実無根だって言ってるエリアは、うん どこのこのののとを指しているのか、はい、その飲み会があったってことは言ったらあのとうとう出たねってあのラインをしたことでその会があったってことは事実じゃないですか、はい、じゃあそこから先の性行為が同意、うん、不同意であったか否かみたいなところプラス本当にそういうあの松本さんが女性に対していろいろな言葉を 投げかけた。うん、その俺の子を産まないかみたいなことも含めて、うんうん、それが事実か事実じゃないかっていうことを、うん、真実を知るためには、今のところ裁判しかないって思っているので、う,ん、うん。でも記者会見の僕は答えてほしいなとは個人的には思います。うん、裁判ではなくということですか。で、記者会見に出る時のデメリットも確かにあると思うんですよ。うん、その動画をバーッと,と撮られて、うん、で、各メディアが好きなところを切り取って。 意図しないものがバーンと投げかけられるっていうところを松本さんは避けてるのかどうかでもそのことを僕は知るすべがないしでワイドナーショーに来て僕はその質問をしたとてそれって松本さんのためになるのかどうかがその違う番組だったりですよ、はい、松本さんのもともといた作った番組のところでその話を聞くことにどれだけの価値が生まれるかっていうのは やっぱずっともやもやはしてますね。うん、あの何かこうテレビで伝えるときってやっぱりこう一人の意見があって反対の意見というのをもちろんやっぱり用意して、うん、あのお互いの意見で皆さんどうですかというふうな提供の仕方をするところで、うん、やっぱりご自身のまあまあフルスでもあるその番組内で発言するっていうのは、うん、そう映っちゃうってことが、うん、まずなんかもったいないって思う。うんうん うん、だからふさわしい場所ではないような気がするその記者会見の代わりになる場所ではないって僕は思いますなそれはテレビが公正な、ね、ものであるってことを求められている部分って確かにあると思うんですね。はい、だからやっぱり両方のバランスが取らなきゃいけないと、うんうん、でも現実にこのじゃあケースで、ね、その女性がでは出演するかってそれはありえないわけですよね、うん、二次被害になってしまうわけで、はい、じゃあ文春の記者が出るのかってまあなかなか現実には難しいであろ、うん、うすると。 なんだろうその「ワイドナショー」みたいなテレビの番組を活用してそのあの松本さんが自分の意見を訴えるってやり方ではなくてそれこそ YouTube とかで経緯について自分が好きなようにしゃべってですねそれを配信するとそれに対して人々がまあ切り抜くなりんだ反論するなりって形の方が いいいんじゃないかなかあんまりここでやっぱ淳さんのおっしゃる通りテレビっていう公的なものはあんまり利用する方のは良くないなと僕も思います。うんうん、あと経緯が分かんないんですけど、うん、ワイドナショーに出てしゃべるわって言ったことが、うん、松本さん発信でワイドナショーがそれを引き受けたのか、うん、ワイドナショー側が出てください,い<や>出てくださいって言って松本さんが、うん、じゃあ出るわってなったのかっていうところも含めて、うんうん、じゃあこの「 みんなの電波公的な電波のところに自分出たいわって言ったことで自分が意見があるって言ったら出れるのか。 でそれを通してしまわなきゃいけないのかっていうところもこれは事実確認が取れてないからどういう状況なのかわかんないけどもそこにもやっぱもやもやはしているそういった発言がやっぱりこうふっと出てくるぐらいに彼はやはりメディアの人であって、うんうん、で自分がその自分の意見になるものを通すにあたって一つの番組の名前をちゃんとああやってねこうあの 言ってしまうことができる、まあ、それが認められなかったのかもしれないからあのいや顔出し程度だよっていう後からの,、はい、あのエクス,スイートがあったのかもしれないんですけれども、うん、で何にしてもやっぱりここで感じられるのは松本さんはメディアの人間で権力がすごく強い権力を持っている人で,でだけど今回その文春の側から一生懸命言い出したその8年前の話を始めた女の人たちっていうのはそこに訴える以外もはやその法的な手段すらやっぱりなかったわけですよね。で何だった だからそれこそあの目安箱みたいなところに一生懸命それを入れてそしてあの雑誌で拾われるのを待ってでようやくその昔の,その自分たちの中でもやもやしていたものを吐き出すことができたみたいな感じじゃないですか。それを パワハラって言うんですよねやっぱり権力差が明らかにあるところでその性被害性加害という関係があるそこに仮に合意があってもですよこのパワーバランス明らかなパワーバランスがあるところで、うん、あの強制しているものっていうのはすごく危ういんだっていうことをなぜやっぱり笑いの王は 理解してくれなかったのかなみたいなところはすごくあのファンとして傷ついている部分ではあります、うん、確かにワイドなショーに出ますというのはこう番組の私物化のように感じられますしある意味、大きな例えば、ね、事務所だったりが影響力を持っているんじゃないかって視聴者に思われても仕方のないことなんじゃないかなっていうのは今回の見ていて思いました。うんで まあ成果外が仮に事実だとしたら、その8年前だからとかそういうのは絶対通用しないなと思っていて、うんうん、でもただ今回の件はちょっとまだ私はその週刊誌だけではこうどちらとも言い切れないわっていうかわからない、うんうん、私にはわからないと思います。だからこそなんかまああのもう当事者というかその納得のいくような裁判だったりとかの形で、えー、そこを争って うべきだなと思ってるんですけどあの先ほど佐々木さんからもちょっとありましたけどこういうのってこうあの草津の話もそうですけどあの最初はこうすごくこう大きく報じられるんですけどその後はなんかこう結局結果が出た時にはそこまであの最初の頃ほどの熱量を持っては報じられないっていう事実があるんじゃないかなっていうのはこう最近の見ていて思いまして。 あの事実がどうかは分からないですけどだからこそそういうメディアはその最初だけじゃなくてこうずっと追い続けて最後のこう結果もしっかりと同じような熱量で伝えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのは感じます、ねうん、まさに萌衣さんおっしゃる通りでやっぱり我々はこれ見ていて松本さんってもしかしたらそういう人なのかなってやっぱ思ってしまっていてもしろこ裁判で事実無根でしたと言われてしまっても何かそういったことが上がってきてしまうこと自体が。 こう火のない。 どこに煙は立たなないいいいじゃないですすけどもううううふうに見てしままのはありますよねそしてやっぱり公正に裁判の場でって、まあ、我々、本当に今の時代だからそういうふうに感じることができるんですけれども8年前のあの状況で,でしかもその報道によればあの会場に行った時にすぐにもう携帯はやめておいてやって言って携帯をこう全員に全員預かられてしまってそして、そういう証拠を残すことができないで残っているのはただあ,のありがとうございましたって言ったような LINE のやり取りのみという状態でですね 公正なその裁判になるものが果たしてどこまでできるんだろうというのはちょっっと疑問だったりしますまさにその裁判の争点がそこにどこになるのかというところも一つ注目されますけども最後にどうですかうんうん、まあ、ワイドナーショーのどの収録の回に来るかわからないですけど僕は、まあ、もし、ね、来られることがあったら、えっと、僕は。 X でもポストしましたけど、ユーチューブで誰にも編集されない状況のものを生で配信して、うん、でアーカイブをしっかり残すということのがあが、松本さんの,、まあの思いがきちんと伝わるんじゃないかなというのは、伝えたいなとは思いますけど、ねうんうん、ここまで松本久志さんの活動休止について、お伝えしましたアベマプライム進行の平石尚之ですごご視聴ありがとうございます。 これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。